帝国になりました。ただいまより2021年度第2回ジョージ学院教皇フランシスコ大学記念表彰式を開催いたします。本日はお忙しい中オンライン表彰式にご参加くださり誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの感染が拡大しているため本年度はオンラインで表彰式を行うことになりましたのでご了承いただきたくお願い申し上げます。私は上智学院カトリックイエズス会センターの菅原由里子です。本日司会を務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。なお本日の表彰式は後日オンデマンドで公開いたしますのでご了承ください。それではただいまより表彰式に移らせていただきます。表彰式のプレゼンターをご紹介いたします。表彰状・副賞の授与は学校法人上智学院佐久間勉理事長です。さて、2021年度の表彰者は、高等教育部門において個人表彰で1名、中等教育部門において団体表彰に団体、合計3件の優れた活動が選ばれました。表彰に先立ち、上智学院教皇フランシスコ大学記念表彰について、総務担当理事、サリアガスティンよりお話しいただきます。サリ先生どうぞよろしくお願いいたします。上智学院教皇フランシスコ大学記念表彰受賞者の皆様おめでとうございます。上智学院の総務担当理事を務めさせていただいていますサーディ・アガスティンです。カトリック教育の現場である上智学院の歴史を見ると上智大学キャンパスに2人の聖人そして2人の教皇が訪問されています。聖人であるマザーテレサ、カルカタのマザーテレサ、そして聖ヨハネ・パウロ2世、こういう2人の聖人、1人は同時に教皇でもありますので、ヨハネ・パウロ2世教皇と、フランシスコ教皇が、上智大学を訪れています。その中でも教皇フランシスコは2回にわたって上智学院の学生、教職員、親御さん、卒業生に向けてメッセージをいただいています。2017年の12月18日にオンラインにおいて世界的にも稀なメッセージをいただきました。そして2019年11月26日に本学を訪問し直接メッセージをいただきました。教皇は世界中の多くの国を訪問していますが大学を訪れてメッセージを残されることはそんなに多くはありません。それだけ持って取ってみてもこの上智大学を訪問されたその価値は特別だと言えるでしょう。上智学院は、教皇のこの大学をそしてそこにおけるメッセージを一回限りの出来事にしたくない。そのために2022年度に、教皇フランシスコ大学記念基金を制定しました。その基金の果実を通して、このように教皇フランシスコ大学記念表彰を行うということになりました。そして今回は2回目の表彰になります。表彰された方々は
教皇フランシスコのメッセージであるより良い社会を希望にあふれた未来を救うために建設的な活動をしていることを評価されました。若者の、人と共に歩むということ、あるいは、社会的に虐げられている人々と共に歩むということ、また、社会の問題を他人事ではなく自分事で見ること、このような教皇のメッセージに合致していることだと思います。今後も常駐の見学の理念に基づいた活動を続けていっていただきたいと思います。それが常駐の教育精神や教皇のメッセージを広く社会に伝えることにもなると思います。ということで、今日表彰された皆様、また、今回は表彰にならなかったかもしれませんが、多くの良い活動を引き続き行っていただきたいと思います。今日はおめでとうございます。蔡先生、どうもありがとうございました。それでは、ただいまより表彰式に移らせていただきます。表彰者の方のお名前を呼ばせていただきますので、呼ばれた方はお返事いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。高等教育部門個人表彰、上智大学工学部国際関係法学科4年、和田沙織様。この度の受賞タイトルは、国連機関 Youth and United Nations Global Alliance のアンバサダーの拝命、および The Roundtable of Global Seekers の設立です。ここで活動の概要をご説明いたします。受賞者は2021年2月から同年12月にかけてユンがアンバサダーとして活動されてきました。受賞者は国連食糧農業機関 FAO の傘下に属する Youth and United Nations Global Alliance 略称ユンガの日本拠点が運営するユンガアンバサダープログラムにおいて全国の大学生の多数の応募の中から世界初のユンアンバサダーのうちの一人として選出されました。そして将来の国際社会の担い手である若者と、多様で包摂的な国際社会のために、世界中の専門家と共同する形で、魅力的に活動を重ねてこられました。また、若者の受け皿となり、The Roundtable of Global Seekers を発足し、その代表を務めていらっしゃいます。それでは佐久間先生、表彰状と副賞の授与をお願いいたします。表彰状、2021年度第2回上智学院教皇フランシスコ来学記念表彰、上智大学工学部国際関係法学科和田沙織殿。以前は教皇フランシスコが2019年11月26日大学時にくださったメッセージ、平地の座の大学で学ぶ者へに呼応する活動に多大なる熱意を持って取り組んでこられました。よって秘伝の活動を称え表彰いたします。2022年2月24日学校法人上智学院理事長佐久間勉と一緒と一緒に渡しいたします。おめでとうございます。それでは和田沙織様、スピーチをいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。和田沙織様、スピーチをよろしくお願いいたします。本日は上智学院関係者の皆様のご臨席を賜り、盛大な表彰式を挙行していただきましたこと、厚く御礼申し上げます。この度は
大変名誉ある賞を頂戴し、身に余る光栄と存じます。2019年11月教皇フランシスコ来学の際の講話の中に印象深いお言葉がございます。学生は用意された教育の単なる受け手となるのではなく、一層主体的に未来のための展望を分かち合う必要があるというものです。学生が日々勤しむ学問というものは、その受動的な習得にとどまることなく、その先には常に学問を役立てた積極的な行動を期待するものです。私は包摂的で公正な社会と共通善に貢献する志を持つ若者にとって、この積極的な行動の一つが国際社会の形成に参与するという行動にあたると考えております。その上でユンガアンバサダーおよび RTGS 代表として、国際問題を扱う議論および意思決定の国際的な場に対して、若者が参入する機会を拡大する活動を展開してまいりました。社会一般において若者と専門家の活動の場がやや区別されるという傾向を認識した後には、これを改善するために若者と専門家が共同する場所を確保し、若者と国際社会をつなげる機会を創出しております。現在の国際社会の担い手たる専門家と将来の担い手たる若者の関係が、一方的に与えられるという関係を超えて、相互に与え合う関係を形作ることは大きな可能性と意義があると考えております。今後も若者と専門家が共同する場を確保し、若者が人生のより早い段階から将来の国際社会の担い手としての施策と識別の力、そして公平な眼差しを備えた社会の担い手へと成長できるよう、継続的に活動に励んでいく所存でございます。本日は誠にありがとうございました。和田沙織様、どうもありがとうございました。次に、中等教育部門団体表彰に移ります。六甲学院中学校高等学校社会奉仕委員会殿。この度の受賞タイトルは、社会奉仕活動、インド募金、インド訪問です。ここで、社会奉仕委員会の活動の概要についてご説明いたします。六甲学院中学校高等学校社会奉仕委員会は、49年にわたり歴史ある校内組織として社会奉仕活動を行っており、特にインドで貧困によって社会的に弱い立場に置かれた子どもたちを長年継続的に援助し、さらに実際に彼らを訪問し、共に過ごすことを通して多文化共生社会の実現に向かって活動していらっしゃいます。それでは佐久間先生、表彰状と副賞の授与をお願いいたします。表彰状、2021年度第2回上智学院教皇フランシスコ来学記念表彰、六甲学院中学校高等学校社会奉仕委員会殿。記念は、教皇フランシスコが2019年11月26日大学時にくださったメッセージ、英知の座の大学で学ぶ者へ移行をする活動に多大なる熱意を持って取り組んでこられました。よって記念の活動をたたえ表彰いたします。2022年2月24日学校法人上智学院理事長佐久間総務、そのとともにお願いします。おめでとうございます。
それでは社会奉仕委員会生徒代表高校2年井上聡太様からスピーチをいただきます。井上聡太様、よろしくお願いいたします。こんにちは。六甲学院で社会奉仕委員長を務めさせていただいている井上聡太です。この度はこのような素晴らしい賞をいただけたこと、とても光栄に思います。ありがとうございます。六甲学院では1977年よりインド募金を行っています。インド募金は全校生徒が月200円を自らの手で出すという形で行われています。自らの手で出すことによって生徒各々が貧困問題、格差社会などを理解し、募金することの意味を見出し、イギリス会の教育理念である Men for Others, With Others の精神を身につけることを目的の一つとしています。その募金はインドのダンバードという町にあるダミアン社会福祉センターに送られています。その施設ではハンセン病患者の治療やその子どもたちへの教育活動などをしています。また本校ではインド訪問といってコロナ禍になる以前には2年に一度実際にこの施設に訪問して、そこで教育を受ける子どもたちと交流をするということもしていました。インドは国全体としては経済的に目覚ましい成長を遂げていますが、その現実は格差が激しく、地方では人々は貧しい生活をしており、ハンセン病患者への差別も根強く残っています。このインド募金という活動はそれらの手当たりをなくし、共に歩むことのできる活動であると私は確信しています。また六甲学院では他にも大阪の釜ヶ崎地域での路上生活者に対する夜回り活動や東ティモールへの募金活動などもなど、さまざまな社会奉仕活動もしています。これからもこれらの活動を通して生徒全員が社会的弱者に対しての理解を深め、少しでも寄り添うことができるようになりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。井上聡太様、ありがとうございました。次の表彰に移ります。自分ごと化プロジェクト一般社団法人代表理事鈴木健人様。この度の受賞タイトルは自分ごと化プロジェクトです。鈴木健人様は広島学院中学校高等学校の卒業生であり、現在アメリカロードアイランド州のブラウン大学で研究に準備されていらっしゃいます。現地は深夜11時を過ぎておりますが、鈴木様、遅い時間にご参加くださいまして誠にありがとうございます。ここで自分ごと化プロジェクトの概要についてご説明いたします。鈴木健人様は世界中の人々とつながり、平和構築や社会課題を自分ごと化することを目的に、オンラインで日本と世界各国の若者が交流できる場を提供しています。相手国は2ヶ月ごとに変更を加え、文化交流やディスカッションを通した社会課題についての考察を行っていらっしゃいます。2021年12月現在で7カ国、アフガニスタン、ドイツ、グアテマラ、ルワンダ、インドネシア、デンマーク、タイの若者と日本の若者、延べ329名が交流しています。それでは佐久間先生、表彰状と副賞の授与をお願いいたします。表彰状、2021年度第2回学院教皇フランシスコ大学記念表彰、一
一般社団法人自分ごと化プロジェクト鈴木健。以前は教皇フランシスコが2019年11月26日大学時にくださったメッセージ、英知の座の大学で学ぶものへに向上する活動に多大なる熱意を持って取り組んでこられました。よって貴殿の活動を立て表彰いたします。2022年2月24日学校法人幼稚学院理事長佐久間勤に賞とともにお願いします。おめでとうございます。それでは鈴木健人様、スピーチをお願いいたします。ご紹介に預かりました、広島学院57期の鈴木健人と申します。まずはじめに、この賞の選考に関わってくださった皆様、推薦をしてくださった、広島学院の伊藤先生、並びにその他のすべての関係者の皆様に深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます。今回は、このような栄えある賞を受賞することができ、大変光栄に思っております。本当にありがとうございます。広島学院でも、メンフォワーダーズ、ウィズアダーズ、他者のために他者と共に生きるという言葉が標語となっております。実際に、朝礼や文化祭、体育祭といった行事の時だけではなく、日常の授業時間の中でもたびたび耳にして、学校生活を過ごしておりました。しかしながら、この言葉を体現をするということはとても難しいことなのではないかというふうに日々感じております。ではそのためには何が必要なのか、どうしたらいいのかというふうに考えたときに、自分の中で編み出した答えが自分ごと化でした。私は2016年から2018年の2年間、ドイツにありますユナイテッドワールドカレッジ、ロバート・ボッシュカレッジというインターナショナルスクールに通い、そこで200名ほどの100カ国以上の国と地域から来た仲間とともに共同生活を送っておりました。当時は恥ずかしながら、活発に議論されていた難民問題や紛争問題といった社会課題を今振り返ってみると、こういった社会課題に直面している人たちもいるんだな、困っている人たちもいるんだなといった具合に他人事化をしてしまっていたというふうに思っております。しかしながら、そういった具体的な難民問題や紛争問題といった課題に直面をしている人たちと友達になるということを通して、そこで初めてそういった社会課題を自分のこととして自分ごと化することができたというふうに感じております。で、私はこの物事や人々の自分ごと化こそが、メンフォワーダーズ、ウィザーダーズ、他者のために他者と共に生きるということを体現することにつながるのであって、それがひいては世界の恒久平和につながるのではないかというふうに信じております。で、この精神を胸に発足をいたしましたのが、自分ごと化プロジェクトという活動です。自分ごと化プロジェクトでは、オンラインではありますが、日本の若者と世界中の若者を様々な形での交流を通してつなげ、自分、そして自分の周りの人々、そして物事、さらには世界中の物事や各社会を構成する人たちのことを自分のこととして捉えることができる、自分ごと化ができるようにといった思いを込めて活動を続けております。この度このような栄えある賞を受賞することができたということを大変光栄に思いますとともに、この賞の受賞者であるということを自覚をして、今後ともこの精神を貫き、自分ごとがプロジェクトに邁進していきたいというふうに考えております。この度は本当にありがとうございました。鈴木健人様、どうもありがとうございました。これで個人および団体の表彰を終わります。引き続きまして、カトリックユーズ会センター長李誠一より第2回教皇フランシスコ大学記念表彰について総評をいただきます。李先生、よろしくお願いいたします。表彰を受けになった方々、おめでとうございます。今回の第2回教皇フランシスコ大学教授、個人、団体、そしてまた次戦他戦含めて11件の申請がありましたけれども、
審査委員会を開き、その中で今回この3件に表彰をすることを決めました。それでいずれも教皇フランシスコのメッセージ、あるいはまた美術界学校としてこのような人として育っていってもらいたいという、そういったものに非常に関わっている、深く関わっているものだったんですけれども、まあ、今回は六甲学院のインド募金、特に40年以上にもわたって続けてきた活動ということで表彰対象となり、そしてまた和田沙織さんは非常に国連機関の中の非常に大きな活動の中で代表として頑張っておられるということを表彰対象とし、そしてまた鈴木健人さんのこの新たな取り組み、そしてまた何よりもさまざまな世界の問題、国際的な問題を自分ごと化しようとするその姿勢というものを評価いたしまして、今回このような形で表彰ということになりました。まあ、この表彰制度そのものはですね、もっともっと多くの人に知っていただきたいという、そういった意向もありますし、何よりも私たちこのイエズス会の学校がこういうふうな人を理想とするというか、このような人になってもらいたいという、そういったこととも関わって、特に私たちイエズス会教育では先ほどよく出ました For others, with others という言葉とともに4つの C というのを唱えた人として成長していく、生きていくということを目指しています。4つの C というのは、Conscience, Compassion, Commitment, Competence というこの4つなんですけれども、特に今回のこの表彰対象となったこの4件、そしてまた3件、そしてまた応募してくださったその他のものも全てコミットメントするということでは非常に深い関わりがあると思っています。世界にはさまざまな問題が起こり、そして今ちょうどウクライナの情勢をめぐって大変な緊張関係にありますが、私たちが一体何ができるのかという根本的な問いというものを持っています。しかしそれでも何らかの形でコミットするということ、このことは教皇フランシスコのメッセージの中で最も大事にされていることではないか、そのように感じております。今回表彰を受けになった方々、そしてまた申請はしたものの残念ながら表彰の対象にならなかったもの、そしてまたこの今回のこうした表彰制度を通してもっと多くの人々が世界のさまざまな問題に関わっていく、そういった姿勢を持つ機会となればいいのではないかと思います。以上、私の総評といたします。また、皆さんの今後の活躍をお祈りいたしております。どうもおめでとうございました。李先生、ありがとうございました。最後になりましたが、本日表彰式にご参加いただいた皆さんと一緒に記念撮影を行いたいと思います。皆様、ビデオをオンにしていただき、笑顔でご参加ください。ありがとうございました。皆様、本日はご出席いただき、どうもありがとうございました。これをもちまして、2021年度第2回、教皇フランシスコ大学記念表彰式を閉会いたします。